はいいどうもつるちゃんでございます、えー、今日は8月8日木曜日ですね。えー、皆様いかがお少しで歌いましょうか。えー、私今日はですね、昼間日勤でございました。えー、夕方ですね、緊急迅速害が鳴りました時には、えー、正直驚きましたけれども、えー、九州北部ですね、下関は特に今のところ異常はあ特にありません。ということで。 今、でですすね、ね、緊急、えー、っとあれですか、ね、南海トラフに注意というのが出ておりますので、えー、引き続き、えー、西日本、あるいはあ神奈川辺りですかね、あの一帯までの南海トラフ周辺にお住まいの皆様も、えー、引き続き用心,にご用心あるべしと、大聖人様もお世話になっております通おり、えー、用心をしていきたいと思っております。はは、い、といととうことで今日は 久しぶりですね。5社でいきましょう、えー。テキストをお持ちの方、今日は355ページを見ていてください。今日は音楽伝で行ってみたいと思います。自他不人の礼拝なり、そのゆえは不協菩薩の詩集を礼拝すれば、常満の詩集のそなうる 心の仏像もまた、不協菩薩を礼拝するなり、鏡に向かって礼拝をなすとき、浮かべる影また、我を礼拝するなり、うん、うんと。本菊で,でね。えー、意味としては、不協菩薩の礼拝は、自他不妊の礼拝であると。えー、自分とか他人とか誰かで関係なく、えー、不菩薩は、 会う人、会う人にですね、えー、わが深く、何らを敬いと、あえて共慢せず、言えんはいかん、何時ら皆菩薩の道を行じて、まさに差別することをエセシ,シメントという有名なですね、24文字の法華経と言われるものを大人、えー、になってですね、礼拝をしたと。で、なぜかといえば、不敬菩薩が死守を礼拝すれば、 この刺繍というのは、えー、びくびくに噂わく奪いと。男の僧侶、女の僧侶、男の信者、女の信者と。に言われる詩集を礼拝すれば、増上魔の刺繍の仏性もまた同時に不協菩薩を礼拝するのであると。これはちょうど鏡に向かって礼拝するとき、そこに映っている自分の影もまた 自分を礼拝するのと同じ原理でありますよということですね。これはもう皆さん補足しないでも大丈夫だと思います。はい。ということで今日の動画は以上で締めくくってみたいと思います。引き続きチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。